大豆の一生。大豆の種まきは地域内でも少し異なりますが、北海道で5月、東北北陸地域で5月下旬から6月、関東や近畿中国地域で6月、東海や九州四国地域では7月に種まきが行われます。かつては手でまいていましたが、栽培規模が昔に比べて格段に大きくなった現代では、はし器を使ってまくのが一般的です。機械だと1ヘクタールをまくのに2時間ほどしかかかりません。種をまいてから早ければ4、5日、気温が低いと1週間以上かかって芽が出てきます。排水が悪かったり乾燥しすぎたりすると、大豆が生えない部分が目立つようになり、そこに雑草などが生えやすくなります。出荷が十分確保できることが大豆作りの成功の秘訣です。芽が出てから3週間ほどすると、大豆は夏の日差しを浴びてどんどん大きくなっていきます。中耕や梅土などの作業が行われる時期です。芽が出て1ヶ月から1ヶ月半くらいすると花が咲きます。大豆の花は7ミリ前後と小さいので、気をつけないと見落としてしまいます。多くの花はピンクがかった紫色ですが、たまに白い花の品種もあります。開花後1ヶ月ほどすると、次第に鞘が大きくなり、2ヶ月もすると鞘の中の種が大きく育って枝豆ほどになります。秋が深まってくる頃、葉が次第に落ちて大豆の収穫時期になります。かつては手で刈り取っていましたが、現在は大規模化が進んで、ほとんどがコンバイン収穫になっています。